すごいなと思いました。いや、うちの嫁さん、まあ、ごめんなさい、嫁さん自慢してもらう意味ないんですけど、いや、なかなかすごいなと。まあ、結局、まあ、こういうことがありますよね。これはちょっと女やらなあかんかなと思ってる時に、有本香里さんから電話がかかってきましたよ。有本さんがね、YouTube 見たでと、あんた本気かと聞かれましたよ。はい。で、その時はね、私やっぱり半分ぐらいどうしようかなと思ってました。はい。で、嫁さん、あ、嫁さんじゃない、有本さんにですね、本気かって言われたんで、いやいや、これは軽いノリでって言うたら、まためちゃくちゃ怒られますんでね、そんなもんノリで言うことちゃうやろって怒られますんで、まあ、私も怒られる日やからね。でも、まあ、ニュアンスを汲み取ってもらいたいという気持ちでですね、私はこう答えました。本気ですと言いました。はい。まあ、普通これで大体分かってもらえると思うんですが、有本さん、お、本気か、よっしゃ、分かった、ちょっと待ってくれ、本気は分かった、ほな私も一肌脱ぐでってね、まあ、あれよあれよといえばね、有本さん猛烈に馬車馬のことが働いてるね、聞いていたら、その3ヶ月後にもう党が立ち上がっとったんですよ。もう私も今更ね、いや、これちょっと私ちょっとガンもやりましたって言われへんねんね。あ、その時またガンじゃなかった。はい。まあ、しゃあない、もうこうなったら乗りかけてるから、女私もやろうって言うてね。あ、そうそう、ガンの話なんですけど、これ実はね、不思議なことがあったんですよ。私実はね、4年前に人間ドック行った時に、あなた、君、腎臓に影があるでと、これ怪しいでと、生物検査を受けなさいと言われた、4年前にね、あ、今から言ったら5年前や、5年前に言われました。で、私は、分かりました、言っときます、言うて、ずっとほったらかしとった。で、1年後、また人間ドック行きました。ほらね、百田さん、これか、影があるよと、腎臓に。これ、生物検査行った、すいません、ちょっと忙しくて行ってませんわ。いや、これ行った方がええよ、分かりました、これもう間もなく行きます。で、またほったらかしました。で、1年後、また、検査、あ、そう、その年は、その1年後はですね、コロナが来てね、もうややこしくなって、病院とかいろいろなかなか大変やったんで、その時はもう人間ドック行かなかったんですよ。で、行かないままに、その1年後、2年ぶりにまた人間ドック行きました。ほんなら、百田さん、これ精密検査行った、行ってません、ちょっとこれ影が大きなってるねと、昔と比べて大きなってる、これちょっと心配やから精密検査受けなさいって言われました。でも私またほったらかしてたんです。それは7月、2年前で、それは去年の7月ですわ。でほったらかしとって、でそうこうするうちに、まあ、新しい党を立ち上げるということになってね。ほんでもうその10月に、まあ、川村隆さんとも共同でいろいろやっていく、で新党立ち上げの結成パーティーをやる、まあいろいろ。ほんでその年の暮れにね、去年の暮れ、これ来年忙しくなるなと、下手したら選挙やし、このまま来年相当ハードな生活になるなと思ってね、じゃあちょっと体のメンテもしとこうかと思った時に思い出した。あ、そういえば今年精密検査が言われたな、あれな、言われてみたら3年も4年も前から言われとるな思って、まあじゃあ言っとこうかと思って、去年の12月のもうほんま年末に病院に行きました。検査を受けました。ほんなら、なんと、あんた、がんですよって。びっくりしましたね。がんやった。ほんで、先生、これね、知りますかって。いや、そんなすぐには知らんけど、まあ、手術した方がええ。よろしくお願いしますって言って。ほんで、翌年、今年ですね、今年、年明けて、1月に1回、2つあったんですよ。1回、がん手術をして、ほんで、2月に、また手術をして。ですからね、まあ、これで一応、まあ、がんの手術は成功して。そのこの間の、半年検診も、まあ、一応何もなかったということで、だからね、これね、私ね、これも運やなと思ってね、つまり私がもし去年新党を立ち上げると言わなかったら、いまだにがん残ってるままなんですよ。もしかしたらこのがんがこの半年1年で悪化してね、もう取り返しをつかないことになったかもしれない。でもね、去年新党を作る言うたもんですから、まあちょっとメンテをしとこう、体のメンテもしとこなあかんなと思って病院行ったら見つかった。で、これはまあ無事に助かった。ですからね、これ神道を作ったことによって私命が助かったかなと思ってるんですよ。これもね、やっぱり人間、何ですか、人間万事採用が馬とかね、あるいは家福はあざれる縄のごとしいうこともありますけど、まあこれも僕の運命かなと思ってね、これはもしかしたら神様がですね、百田直樹、お前にはもうちょっと授業をやると、だから日本保障のために、あるいは日本のためにね、まあ、少しは頑張って生きてみるよと、そんだけ授業をやるわと、まあ、言われたんかなと
まあ、そんなふうに思っております。ありがとうございます。まあ、私の話を誤解してもしゃあないですね。私はとにかくこの日本をですね、豊かに強くと、まあ、これを合言葉に、まあ、党を立ち上げたわけですが、まあ、これ何度も言うてることなんでね、もう皆さんもう YouTube で見てると思いますが、日本はこの30年間全くサラリーマンの給与がほとんど上がってないんですよね。でこれはどういうことかというと、結局日本が経済成長していないということ、まあそれだけじゃないんですけどね、他にもいろんな理由がある。その理由は一つずつ挙げていくとね、まあまあ YouTube で私語ってますんで、また皆さんそれを見ていただきたいんですが、私たちはですね、この日本が30年間間違ってきた政策、これを一個一個潰していくだけでね、日本は必ず経済成長するんです。これはもう間違いないんですよ。というのは日本にはね、日本人っていうのはそれぐらいの力があります。かつて79年前ね、日本は世界戦争に負けたと直後、日本は世界最貧国でした。本当に世界最貧国で、これオーバーじゃないんです。本当に最貧国やったんです。でもね、それがあっという間に何もかも、大阪もそうですよ、もう全部焼け野原にされた。それがたった22年で、昭和42年、22年で西ドイツを抜き去ってアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になった。ソ連も、まあ今ソ連ないですけどね、ソ連もイギリスもフランスも全部抜き去ったんですよ。何もない、資源も何もないんですよ。日本はね、東南アジア、ごめんなさい、中東みたいに石油が出てくるわけでもなし、鉄が出るわけでもなし、何にも出ない。つまり資源が何もないです。その国がですね、どうやって世界第一の経済大国になったか言うたら、ひたすら働いたんです。ひたすら働いたんですよ。もう一度この日本をもう一度立派な国にするんだと思って、そして戦争から帰ってきた男たちがですね、何もない焼け野原のとこからひたすら働いた。その結果が22年でそれほどの国になった。ところがこの30年全く経済成長してない。これはね、政治の無策以外何もんでもないんです。私たちこの30年ね、日本人が突然働けなくなったとか、突然だらしなくなったとか、そんなことは全くありません。日本人はね、今も昔も世界で最も勤勉な民族で、最も誠実で、最も真面目な民族なんですよ。これ世界のどこの民族でも日本人にはかなわないんですよ。今でもそうです。電車はね、1分も狂わない。停電は全くない。水道をひねったらもう売るぐらいの綺麗な水が流れるんですよ。日本はね、日本の水がどんだけ綺麗か、トイレで流す水でも飲める水なんですよね。すごいですよ。そんな国どこにありますか。これが日本なんです。これはね、今日も歩いてきたこの街、もういろんな人がこう一日中、もう何万人という人が歩いてても、ゴミ一つ落ちてないんです。すごいでしょこれ。もうフランスとかパリとかロンドン行ったら違いますよ。ゴミだらけですよ。中国なんか行ったらうんこもいっぱい落ちてる。はい。そういう、実はね、まあうんこで思い出しましたけど。うんこで思い出したけどね。実はヨーロッパっていうのはね、昔からうんこだらけの国だったんですよ。はい。あの有名なね、マリー・アントワネットはベルサイユ宮殿。ベルサイユ宮殿トイレなかったんですよ。これ本当。はい。じゃあうんこどうすんねんとか、みんな庭にしとったんです。こんなスカート履いてね、どうやってうんこするんだ、しゃがんだままスカートでそのままブリブリっとうんこして、ほんで行ったら、今奥さんうんこしはったなって庭師がやってきて、その庭の横に穴掘ってうんこ埋めて、そんな状態だったんですよ。ウィーンなんかでもそうですよ。はい、音楽の都ウィーン言うてますけどね、ベートーベンもモーツァルトおった時代、あの時代はですね、部屋にトイレがなかったんですよ。いや、どう、部屋トイレがなかったらどうするんだ、おまる、本当ですよこれ、おまるってうんことか証明して、そして、夜になったら2階からそのおまるになったうんこを捨てるんですよ。だからウィーンの街は道の真ん中を歩け言うんですよ。道の家のそば歩いたらいつらの時夜うんこが降ってくるんですよ。そういう本当本当やで、本当やで、そういう街だったんですよ。でもね、同じ時代日本は江戸時代もものすごい綺麗で、ちなみに江戸時代はどんだけすごかったかというと、江戸時代の皆さんは、江戸時代の庶民は水道の水飲んでたんですよ。これ知ってました？知ってたやつ手を挙げて。知らない。水道の水飲んでたんですよ。実は何でか言ったら、江戸はですね、あの海が近いんで、井戸を掘ったら塩水が入るんですよ。ですからもう井戸の水は飲めないということで、じゃあどうしたかというと、井の頭、上水、それからもう一つ何上水やったかな、玉川上水、
これ江戸湾からだって40キロぐらい離れたところにあるその綺麗な水があるんです。それをですねずーっとそこで地下に水道をこしらえてそれをずーっと江戸に流してきた。でこれ40キロあるんですけどね、高低差がね、高低差が90メートルです、その井戸頭の上水から江戸湾に流れる高低差90メートルの高低差で40キロある。これどういうことかというとね、4メートルに9ミリの高低差なんですよ。4メートルの中で9ミリ。これを江戸ってこんな感じでしょ。それをですね、ものすごい測量して、当時測量技術もないんですよ。それやのに、当時の江戸の職人がそこにずーっと水を流していって、そして江戸の庶民はその水をタダで飲んでたんです。こんな国、どこにもない、すごい国ですよ、日本は。私、日本国旗を変えたときにね、改めて日本の凄さは本当に驚きました。これがね、今も続いてるんです。もう世界最高の国なんですよ。この世界最高の国がね、30年間、全く給料上がってない。まあ、さっきももう一度同じことを繰り返せると、これは日本の政策のもう不作なんです。つまり日本の政策が間違った政策をやってる。日本をひたすら貧しく弱くやってる。貧しく弱くしてる政策。これをね、だから一個一個潰していかなきゃいけません。まあまあ、一時説明はね、私はいろんな YouTube でしゃべってるんで、皆さん聞いてくれたらいいと思いますけど、でも移民政策もそれ、移民政策が間違ってるんですね。そしてさらに、再エネ、この再エネがですね、日本の、いわゆる製造業をどんだけ弱めてるか、つまりね、安価な安い、安定した電力を供給できないことになります。再エネが増えれば増えると電力が不安定化して、そしてそのバックアップ体制の電気のために、どんどん電気代が上がってる。だから皆さん、家庭用電気代でもですね、この10年間で倍近くなってる。でももっと深刻なのは産業用電気代。産業用電気代が上がったら、工場も動かすのに金がかかる。つまり日本の製造業はですね、物を作るに対して、世界の国々と大きなハンデを背負うことになる。今、先進国の中で日本の産業用電気代はずば抜けて高いんですね。だからこの30年間で日本の製造業はどんどん弱ってる。さっきも言いましたね、日本はものづくりでやってきた。戦後ね、もう何にもなかった国があっという間に、22年でアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になったというのは、ものづくり、ひたすらものを作ってきたんです。さっき言うたようにね、石油もない、鉄もない、何もない。そういうものを日本は高い金払って輸入して、ね、それを日本で加工して製品にして、世界のどこの国もできないような素晴らしい製品にして、それを世界に売る。そしてこの輸出の時の、いわゆる差額ですね、輸入と輸出の差額、これが経済、これが貿易黒字、これを食べて食べて食べて、そして日本は世界第二の経済大国になったんですよ。だから日本はものづくり、これが今の政治家分かってない。製造業を痛めつけて、その日本の未来はないです。だから日本はね、まあ例えば再エネ一つとってもそう。そしてまあ、あとはもうちょっと移民部ですね、日本はですね、経団連の要求に応えて、どんどん移民入れてますが、経団連の本音は安く働いてくる労働力が足りないと、そういうことです。ですから、今外国人はですね、日本の平均的なサラリーマンよりもはるかに安い金でどんどん働いてる。でもこんなことしたらね、私たちの給料も上がらない。当たり前ですよね。だって安く働いてくるやつがどんどん入ってきたら、なんで日本人に高い給料払うんですか。日本人の高い給料払うより安い外国人払った使った方が楽じゃないですか。でもね、これは実はね、1960年代に同じ問題が起こってるんですよ。実は60年代にヨーロッパでも、ヨーロッパも日本も、特にヨーロッパドイツですけど、ドイツと日本はですね、まあ、両方とも敗戦国ですけど、これがやっぱりすごい、ドイツ人もすごいですよね。すごい優秀な面です。日本人もすごい優秀な面です。でこれがドイツも日本も60年代にものすごい高度経済成長を成し遂げました。だからその時にドイツも日本も人手が足りなくなったんですよ。経済がずんどん発達して、でさあそこでドイツと日本は全く違う道を選びました。ドイツはその人手が足りない分をトルコから大量に移民を入れたんです。どんどん働き手をどんどん入れようと言って、その働き手が足りないというのは主に肉体労働なんです。肉体労働者をどんどんトルコから入れた。これでドイツは経済成長したんです。ところがこれがドイツでは20年後30年後に大きな社会問題になったんですよ。おい、トルコ人がねどんどん増えて、これがもう治安が悪化して、そして、ドイツ国内に外国人問題がものすごい深刻な問題になった。じゃあ同じ頃に60年代、つまり昭和40年代ですけど、日本はどうしたかというと、日本はそういう足りない
肉体労働が足りない、建設現場の人が働く人が足りない、道路工事の人が足りない、そういう人たちをどうするか言ったら、日本は外国人を入れずにそういう人たちの給料を上げたんです。これで働き手の不足は解消していったんですよ。で、日本はこのおかげで 1億総中流化、つまりそれまで貧富の差があったのが、これが大きく是正されて、当時ソ連の人は、ソ連の重鎮が、ソ連の、いわゆるその幹部クラスの政治家がやってきて、日本を見てね、驚いたんですよ。で、日本がこれは世界で初めて社会主義が成功した国だと言うたぐらい、日本は本当に国民みんなが豊かになったんですよ。ところがその日本は、そのかつて50年前の成功例を忘れて、今どんどん安い外国人を入れようとしてるんです。これね、人が助かり足りない、これは一見本当ですが、実はね、給料さえ上げたら働く人なんぼでもいるんですよ。本当に働きでないとか言うてますけどね、よくあります。あの、例えば何かのイベントとか、イベントじゃなくてね、何かの大きな、なんか仕事があって、で、どうしても人が足りないって、で、バイト、時給はこんだけやりますと言ったら、めちゃくちゃ人が集まるんですよ。だからね、金さえ上げたら人は集まるんですよ。ほんでね、逆に言うと、金を払えない企業はね、これはね、やっぱり淘汰されるしかないんです。これが資本主義です。当たり前でしょ。それをね、安い金で働こうと。で、さっき言いましたよね、ごめん、話があちこち飛ぶんですが、例えば電気代が高い、じゃあね、この電気代が高いっていうのは、まあ、さっき言いましたね、製造コストが上がるんで、当然それが製品コストに跳ね上がって、国際競争に勝てなくなる。そうするとやっぱり物作りがどんどん下手れますよね。ほな、日本はね、こんなことやりました。いや、安い電気のところの国で工場を作ろう、あるいは日本人の人件費が高いから、安いところの人件を使って工場を海外に作ろう。で、こうやたくさんやりました。90年代から2000年代にかけてね、日本の工場がどんどん東南アジアとか中国に進出して、いっぱい工場を作りましたよ。で、それで儲かったの誰か、工場、あるいは企業は儲かった。当たり前ですよね。だってコストが減ったんですもん。もう企業は儲かった。でもね、日本全体として貧しくなったんですよ。当たり前ですよね。だってね、その外国人に払った給料どんどん払っていきます。これは日本のお金なんです。日本のお金がどんどん外国に流れて、これが20年30年流れていったんですよ。その給料が日本人の半分やとしても、その金は日本に戻ってこないんですよ。だからね、これは大きく間違ってる、内需の拡大を間違ってるんですよ。だからね、多少お金がかかっても、その金は日本人に給料を払えば、その金は日本国内で回るんで、そうすると当然消費も促進されて、そう、消費が促進されると物が売れるんで、これがどんどんやっぱり日本の経済活性化するんですよ。ところが企業は自分たちさえ儲ければいいということで、これをね、こういうことを本来政治家は待ったをかけるべきなんですよ。それを全くやらない。もう本当にね、一個一個喋っていったらもう腹立つこといっぱいなんですが、私たちは日本をね、もう一度勝ってるような豊かなすごい国にしたい、そう思ってます。ありがとうございます。私は68歳です。68年間日本を見てます。ちょうど戦争が負けて10年目に生まれました。私はね、その頃日本貧しかった。でもね、その68年間の中の最初の30年はね、日本はものすごかったですよ。経済成長をどんどんしましたよ。特にね、私が18歳ぐらいまで、17歳から、昭和48年のオイルショックまでね、日本は昭和30年から18年間ぐらい、ずっと経済成長率が 10% を超えてたんです。すごかったですよ。はい。それバブルの時ありましたね、一回、私がちょうど 30ちょっとぐらいでしたけど、バブルの時はですね、日本はどんだけすごかったかというと、日本全体の土地の値段で、アメリカ全土の土地が買えたぐらい、それぐらい日本は豊かだったんですよ。ですからね、今日本は貧しくなってるんで、日本の土地がどんどん外国人に買われてる、特に中国人にね、買われてる。だからこれはね、経済が弱くなると、こういうことがあります。一国だけ貧しい質素な生活、これでいい、甘んじる、そういうことは許されないんですよ。つまり他国が豊かになれば、日本が貧しくなったら、相対的に日本は貧乏になる。そうすると、ここで経済侵略が行われるわけですよ。持ってる国が持たざる国にやってきて、もう札束で金を引っ張ってくるようにですね、日本の土地、日本の会社、こう、日本のインフラ、こういうものを買い漁っていくんですね。そうすると私たちは外国人にこの国に生まれながら、ね、
この国を乗っ取られるもんなんです。あの侵略というのは軍事侵略だけじゃないですよ。今は経済侵略というのは非常に恐ろしいですよ。だから日本を豊かな強い国にするというのはまず経済力です。この経済力を立て直さないと日本に未来はありません。だからそのためにもね、私たちは本当にこの30年自民党政策、あるいは間に民主党も入ってますけど、こういう間違った政策をね、一個一個正していきたい。そのために皆さんどうか日本保守党に力を与えてください。お願いします。そして私たちは今回27日の投開票日、まあ、それ以前の期日前投票ですね、皆さんにぜひ日本保守党と比例代表で書いていただき、比例ブロックで書いていただきたい。今回私たちは全国11ブロックの比例ブロックの中で6ブロックに、立候補しております。このここは近畿ブロックです。近畿ブロックに私たちは6人の候補者を立てています。その6人の候補者の中の、1位、比例1位は私の後ろにおられます島田陽一先生です。まあ、島田陽一先生ね、皆さんもご存知の通り、福井県立大学の名誉教授であります。日本でももう有数の国際政治学者です。政治学者です。もう非常に優秀な政治学者。まあね、日本には何人もの政治学者いますけど、ただ、優秀な政治学者も何人もいます。ただね、島田先生と彼らの、他の国際政治学で政治学者の中で決定的な差があります。それは何か、島田先生は大変な愛国者です。日本を愛する愛国の精神を持たして、何が国際政治学やと、はい、どこの国の人間かも分からないような、そんな国際政治学者はいらない、私はそう思います。そして島田先生は、この20年に以上渡って、ボランティアで一生懸命、拉致被害者を救う会のために尽力されております。これすごいな、素晴らしいです。拉致被害者の救う会、会長は西岡智さん先生、これ会長、そしてその会長とタッグを組んでですね、島田先生は何としても一日も早く拉致被害者を、拉致問題を解決したいと、まあそういうふうにずっと尽力されてました。そのごめんなさい、私息継ぎなしで喋るんでね、はい。そのためにですね、島田先生はもう政府、もちろん政府にも働きかけた、安倍さんともね、一生懸命その何度もその話をされました。そして島田先生はね、もう日本だけでは難しいということで、トランプ、アメリカに乗り込んで、トランプ政権の重鎮、共和党の幹部クラスとですね、膝を突き合わせて、アメリカを交えた、国際的圧力を持って、拉致問題を解決しようと、まあ、そういうこともやりました。これがね、もうちょっとまで来てたんですよ、実は。ところが4年前にね、トランプ大統領が大統領選に敗れた、このことによってですね、ちょっとかなり、バイデン政権になってこれが後退してしまった。これは非常に残念なんですけど、まあ今度の11月に行われるアメリカの大統領選はですね、トランプが復活と、これはもうかなりの確率で言われております。ですからもし今回トランプさんが大統領に復活して、そして私たちが島田先生を国会に送り込んだら、これは大きな武器になります。なぜ共和党の友人とパイプを持っている議員は自民党にいないんですよ。安倍さんが亡くなってから誰もいなくなってしまった。しかしながら、我々には島田陽子先生がいます。ですから島田陽子先生が、アメリカの共和党とそしてトランプとタッグを組んで、そして国会に殴り込みをかけたら、これはね、長年膠着していた拉致問題に大きな転換が見えるんですよ。だから皆さん、そのためのね、島田陽子先生をどうか国会に送り込んでください。それでは島田陽子先生にお話を伺いましょう。皆さんこんばんは、島田です。このほどですね、日本保守党の比例近畿ブロック1位ということで、まあ、選挙戦に打って出ることになりました。ぜひですね、最低4人はですね、近畿から、皆さんの力で通していただきたい。楽田代表3位です。最低ですね、これは3位までは絶対通せという意味ですから、それは皆さんにかかっているので、よろしくお願いします。で、私はですね、他のどの政党からも選挙に出るつもりなど一切なかったし、今もありませんけれども、この日本保守党だけはですね、一切の綺麗事、一切の偽善なしにですね、日本を豊かに強くすると、その強い意志を百田代表、そして有本事務総長、持っておられると、
そして極めて戦闘力が強く行動力があると、まあ、その中でですね、まあ、お前も手伝えと言われて、これはもう断れないというので立ったわけであります。でですね、この日本は非常に強い潜在力がある。我々日本国民はですね、しっかり働いてますし、また極めて高いテクノロジー持っていると。なのにですね、政治がそのフルの発揮を妨害しとる。だからこの30年間ですね、日本は全く発展しなかったわけです。だからですね、その一切のきれい事がないエネルギー政策、そして規制改革、減税、こういうものを通じてですね、日本経済を活性化させる。そうすればですね、活性化すれば税収も後からついてきて、その増えた税収で安全保障、国防も充実できるわけです。まあ、そういったね、ダイナミックな政治というのを行わなければならないんですけれども、これ全くできてない。で、先ほどですね、あのフランスとの、まあ、糞尿の話ありましたけれども、まあ、実はですね、皆さんよくご存知のマリー・アントワネットの言葉がありますね。パンがないならケーキを食べたらいいのにと。これ実はね、まあ、本人どこまで意識したか知りませんが、深い意味があるんですよね。というのは、当時のフランスはパンの値段が上がったっていうんで、政府が価格統制をしたんですよね。これ以上の値段で売っちゃいけないと。価格統制をすると当然物不足になるわけです。一方、ケーキに関してはそういう価格統制なかった。だからケーキは高いですけどね、その市場にあふれたと。だから変な規制をかけると物が結局流れなくなるという、そういう典型例をですね、マリー・アントワネットが意識してたとは思いませんが、ある程度ファクトとしては正しいことを言ってたわけです。で、これがね、今の日本で最も当てはまるのはやはり電気の問題ですよね。これ日本は優れた火力発電所、世界最先端の火力発電所の技術を持ってて、もう実用化までいってる。これをどんどんですね、利用して日本に設置して、古いタイプの火力発電所と置き換える、あるいはですね、森林を切り開いて木を切りまくってですね、太陽光パネルを敷き詰めとる、メガソーラー、こういうものと置き換えると。そのことによって安定的で安価な電源も確保できるし、また環境面でもですね、大いにプラスになるわけです。この太陽光パネルによるですね、環境破壊、これはもう皆さんよくご存知でしょうから、ここでまあ繰り返しませんけれども、これ大変なこのレベルに達しています。しかもですね、この太陽光パネル、まあ、7割ぐらいは中国から輸入されている。で、これですね、アメリカにおいては中国製の太陽光パネルの輸入を完全に禁止しています。というのは、ウイグル人の強制労働とかを使って安い値段で太陽光パネル作っとると。そんなものを輸入するということは人権抑圧をサポートすることになると。だから許されない。しかも中国製の太陽光パネル買えば、アメリカ国民の、まあ、税金等から中国にお金が渡るわけですけれども、それによって中国は核ミサイルを充実させたりですね、軍艦を作ったり空母を作ったりしてくるわけです。だからですね、そういうバカなことをやっちゃいけないっていうんで、アメリカの議会が先導してですね、その中国製太陽光パネル輸入禁止という法律を作りました。ところが日本ではですね、そういう動き全くないですよね。だから今の国会議員たち、自分の利権のことばっかり考えて、自分が次の選挙に通ることばっかり考えて、そういったですね、その日本のこのエネルギーをどう確保するか、そして中国のですね、そういう奴隷労働を使った太陽光パネルを輸入していいのか、全く考えてないですよね。で、ちなみにですね、かつては日本は太陽光パネルの生産のシェア非常に高かった。今ものすごく下がってます。この大きな理由はですね、日本は電気代が高すぎる。だから日本で製造してもですね、競争力が得られないということでですね、技術はあるのにバカみたいにですね、要するに原発を止めたり、そういう自分で自分の首を絞めるようなことを国会議員なんかがやっとるから、結局こう製造コストが上がってですね、電気代が上がって製造コストが上がり、その日本で、まあ、太陽光パネルに限らずですね、さまざまな
世界最先端の技術を持った製品が作れなくなっていると、コストが高いから、本当に馬鹿げた話ですね。で、我々日本保守党はこういったですね、自縄自縛、本当に馬鹿げ切ったエネルギー政策をしっかりですね改めていく先頭に立つ所存です。そしてですね、この、原発に関しても、これは安全性のしっかり確認できたものは、再稼働していく、新増設もしていく、これがですね、日本の原子力発電の技術も世界に簡単なものがあるわけですから、これ利用しないというのは非常に私は馬鹿げていると思いますね。そしてね、今中東の方が非常にきな臭い、危ない、イスラエルとイランの戦争がいつ起こるかわからない。そうなればイランはですね、いわゆるホルムズ海峡に機雷を敷設してタンカーが通れないようにする可能性が十分ある。日本はですね、石油の 90数%を中東から輸入しているわけですが、それが止まる可能性がですね、いつでもあると、これ日々のニュース見てたら明らかなんですね。ところが日本の国会議員たちはそういった危険な現実に目を塞いで、いまだにですね、原発をとにかくなくすのが正しいんだとか言ってる。だけど今日本に蓄えられてるですね、ウランだけで原発を3年間動かせる電源を確保できるんですよね、きちんと再稼働していれば。だから安全保障の面でもですね、私は原子力発電所をしっかり活用していくということが重要だと思ってます。で、拉致問題に関してちょっと言うとですね、私も救う会の副会長を、長くやってきて、いまだに解決できていないというのは非常にこの、自ら帰り見てですね、情けない思いもしてますけれども、全くね、被害者で情報がないという人もいますけど、横田めぐみさんなんかは複数の生存情報があるんで、私は生きておられると確信してますけれども、だけど今の日本の政府、これがですね、ぼやっと北朝鮮の機ばっかり使っとる、だからことが進展しない。今危ないのはですね、石破首相、それから岩屋武という、この中国、韓国、北朝鮮に迎合することしか考えてない青みたいな外務大臣、それから防衛大臣の中谷元、これも体はでかいけどですね、脳みそがどうなるかというのは男ですが、岩屋と中谷は私同学年なんてですね、非常に恥ずかしいんですけれども、その意味でもね、私が国会に行って、我々の学年は素顔男ばっかりじゃなかったということを歴史に刻みたいと思ってます。それは個人的にあるから、この、ね、3人ね、首相、外務大臣、防衛大臣、いずれも日朝国交正常化推進議員連盟、略称日朝議連のやめて活動的な幹部です。この日朝議連というのは、北朝鮮にとにかくすり寄って朝鮮総連と連携して拉致問題を棚上げしてですね、そして国交正常化という名の利権確保を狙っている、本当にどうしようもない議員連盟。安倍さんなんかはですね、ここの議連の中心メンバーと激しく論争してました。私その場に居合わせたこともありますけれどもね、安倍さんが正しいことを言ってましたけれども、議員外交というのは政府より弱い立場で絶対しちゃいけないと。議員の方がですね、国会の方が政府よりも強い立場を打ち出すことによって、初めて政府がですね、いやいや自分たちは合理的にね、いろいろ妥協したいと思ってるけど、国会がもうね、怒り狂ってるから簡単に譲れませんよと、そういう交渉ができるわけですよね。ところが今のね、国会議員のほとんどは政府よりも弱いようなね、北朝鮮にすり寄るようなことを言っておると。ここにしっかりですね、くさびを打ち込まなければ、拉致被害者は見捨てられてしまうと私は思います。こういう点でね、今の国会議員、どうしようもない連中が頑固に並べてますけれども、そういう連中見てですね、私より拉致問題をしっかりファクトを掴んでいる人間はいないと思いますし、またですね、北朝鮮のさまざまな騙しのテクニック、テレンテクラ、こういうものもしっかり歴史的に押さえている国会議員いません。その意味でもですね、必ず日本保守党から何人かは議会に入らなければ、非常にですね、この人権、そして国の、主権が侵された、この拉致問題、うやむやにされる危険が極めて高いと
思ってます。で、まあ、LGBT 問題に関してですね、簡単に言いますと、まあ、私もですねやっぱり去年の6月にあの LGBT、まあ、利権法と私は呼んでますけども、内実に即してああいうものがですね自民党まで賛成して通ってしまうと。でこれね、安倍さんが存命の時には安倍さんが止めてたんですよね。それは私よく知ってます。安倍さんからも直接聞いてます。で安倍さんが反対した理由は、日本では古来ですね LGBT の人たちに対する差別、それから弾圧なんてのはなかったと。これキリスト教国とかイスラム教国なんかと全然違うところです。だから日本ではですね、ああいう LGBT 差別禁止法案的なものは必要ない、必要ないものを作ると必ずそこに利権が生まれると。左翼活動家の利権です。現にあの党と法律を見たってね、その各学校で LGBT イデオロギー教育を進めないといけないと。これ左翼の LGBT 活動家が講師としてですね、いろんなところに1回10万円とか20万円の講演料を取っていくわけですよね。それから各職場においてもLGBT 理解増進教育なるものをしないといけないと。でそこでですね、いや俺その話聞く必要ないというようなですね生意気な態度を取ると、お前こう再教育だと言われてもう一回講習を受けないといけないとか。で その度ごとにですね LGBT 活動家の人間が講演料を稼ぐっていうのは、そういう馬鹿げたことになっている。でですね、まあ、私あの問題を見ててね、これは私なんかが国会に行かないといけないと感じたのはですね、日本の国会議員の誰一人として認識してなかったんですが、アメリカではあれ通ってないんですよね。ところがですね、いやもうアメリカを含む G7 の他の国ではどうの昔に LGBT 差別禁止法的なものが通ってるんだと。日本だけが通ってないですよ岸田さん。あんただからね、広島サミットまでにこれ日本で作らないと袋叩きに遭うぞと、まあ、そういうふうに脅されて、岸田氏何にも知りませんから、まあ、これはまずいと慌てて作ろうとなった。ところがですね、これ当時の、まあ、今も言いますけどエマニュエルという中日アメリカ大使ね、ホップソイン取ったでしょうね。アメリカでは共和党が一致して反対してるから同じような法律は通ってないんですよ。ところがね、だから誰かがね、いやいやエマニュエルさん、あんた偉そうに言ってるけど、あんたの民主党員がね提出している法案、共和党の反対であんたとこ通ってないじゃないのと、一人でも言えばですねバレたかと、おしまったとおいうことにね、なってた。そしたら流れが変わったかもしれないですよね。ところが議員の誰一人ですね、そういう極めて基本的なねファクトを知らなかった。じゃあなんでアメリカの共和党がですね一致してああいう LGBT 利権法的なものに反対してるか。まあ簡単に言うとですね、一つはああいうですね差別の定義が曖昧な法律を作ると必ず逆差別が起こると。例えばね、あの有名な例ですけれども、あるあのケーキ屋さんがホモのカップルからウェディングケーキを作ってくれと言われて、私のですねクリスチャンとしての宗教的信念から言ってそれはお断りしますと。その誕生日パーティーのケーキだとかね、あるいは店に並んでるケーキを買いたいっていうならいくらでもお売りしますけれども、ウェディングケーキ、つまりホモセクシュアルのカップルと結婚をですね祝福するようなケーキだけは私の信念から言って作れないと。普通ならね、それでそのホモセクシュアルの人にもウェディングケーキ作りますよという業者が他にあるんだから他を当たればいいんですよね。ところがですね、その活動家の連中がこれはチャンスだっていうんで、そのケーキ屋さんを訴えた。 LGBT 差別だということで訴えてですね、でその一旦はですね無罪ということになったのに、また手を変え品を変え、いわゆる乱訴ですよね、訴訟乱発で、そのケーキ屋さんは未だにですね、まあ、本人はケーキ作りに専念したのに、その活動家からの訴訟にさらされまくっとると。だからですね、ああいう法律を作っちゃうと、そういう事態になっちゃう。でそのケーキ屋さんがですね一旦無罪になったのは、アメリカではああいうね馬鹿げた法律を通してないから、最高裁まで行ってね、まあ、苦労はしたけれども、まあ、無罪になったわけですけれども、日本は通しちゃってるんでね、非常に危ないですよね。でそれからですね、2番目に共和党が法案を反対している理由はですね、トランスジェンダーの権利を女性の権利の上に置くような特別法を作ると女性の保護が危うくなると。で法律の世界のですね常識ですけれども、特別法は一般法に優先すると。一般的にですね差別を禁止するという法律、憲法、日本でもアメリカでもあります。ところが LGBT の人たちに特にですね
特にそれ特化して差別禁止というようなものを作るとそこがねこう優先されるんですよね。だから女性の保護、女性の権利とトランスジェンダーの主張する権利がぶつかった場合、トランスジェンダーの主張の方がですね優先されてしまう。だからああいう特別法は作っちゃダメだと。これね、あの法のですね基本的な原理を知ってれば当然頭に来ないといけない話。ところが日本の国会議員と誰一人としてですね、まあ、要するに法律の基本分かってなかったということですね。これあの立法府と言いながらその法のですね最も基本的な構造を分かってないそういう議員ばっかりだったということです。で女性の方が危うくなるというのは女性専用スペース、風呂だとか更衣室だとかトイレだとかそういうところにトランスジェンダー、私は心は女だと称するねごっついおっさんが入ってくると。あるいはこのスポーツの世界でもね現にありますよね。アメリカの水泳とかで問題になりましたけれども、あるいはラグビーのような世界でもねその自分は心女だと言ってごっついやつが入ってくる。これ女性にとってはねまさに命の危険につながる。で こういうことをね、でちなみにトランプ氏は自分が大統領になったら生まれつきの男以外はいくらですね、あ生まれつきの失礼女ね、この場合生まれつきの女性以外はいくら心が女だと言っても男には絶対女性スポーツに参加させないと、そういう公約をしています。でそういうね結構極めて常識的な観念、これに賛同する人が多いからですね今トランプ氏は大統領選でカマラ・ハリスにリードしています。接戦6州、この6州がどうなるかで、まあ、あの奇数が決まるわけですけど、今週の段階で6対0でトランプ氏がリードしている。まあ、私はですね、これはほぼ結果が出たと思ってますけれども、不正がない限りですね。でね、私、先ほど紹介の中でも言及していただきましたけれども、トランプ氏 の側近のですね、トランプ政権ができれば国家安全保障担当作官等になるだろうと思われる人間数人と、まあ、非常にですね、この、まあ、密な関係を結んできました。まあ、あえてね、私のことを、安倍さんの、まあ、ブレーンだというふうに、まあ、ちょっと課題に評価してくれてる面もあってね。ということで、安倍さんの考えというものを深く知りたいというところから、まあ、交流が始まってですね、こう深いやり取りやってます。だから、トランプ政権が誕生して、そして日本保守党が5人以上の議員を確保して国政政党になれば、日本の議会でトランプ政権と最も太いパイプを持つのは日本保守党だということになります。他の議員たちは全くねトランプ周辺との人脈を持ってません。これ私よく知ってますからね、断言できますよ。外務省も全くダメです。外務省というのはね、アメリカの国務省がカウンターパート、まあ、外交を担当するのは国務省ですけれども、国務省というのは幹部職員の9割が民主党員です。だからですね、この外務省というのは、その国務省に気を使うから、トランプ周辺とはね、接触しないということが続いてきた。その意味でもですね、国会に日本保守党が地方を築くということが、このね、対トランプ外交においても非常に重要な点だと思っています。まあ他にも、ね、いろいろ言うべき点は あるんですけれども、まあ、あと、まあ、歴史線の問題なので、まあ、もう一つだけですね、これまで日本の議員の誰一人言ってなかったこと、しかし日本の安全保障にとって極めて重要なことをね、私が国会議員になったらこれ堂々と国会で言いますよ。というのは私は日本はですね独自の核抑止力を持つべきだと思っています。で、もっと上ですね、持った上で中国なんかと相互核軍縮をしようじゃないかと、あるいは平時においてはお互いがお互いに対して核ミサイルの照準を向けない、外すと、そういうことをお互いにやろうじゃないかと、こう言って初めてですね交渉が成り立つ。中国に対してですね岸田首相がやってきたように、あるいは野党の全議員が言っているように、核兵器持つというのは良くないことです、習近平さん核を廃棄しなさいと言って習近平が聞くはずないじゃないですか。ふざけてんのかと。やっぱりきちんと日本もですね、日本国民を守るための、つまり広島長崎に2発落とされた3発目を落とさせないためにですね、日本こそが私は核抑止力を持つ資格があると、こう考えています。まあ、これが、ね、極めて重要なことですけれども、まあ、具体的に言ってる時間がかかるんでね、
あのほんの一言だけ言いますけれども、まあ、私はですね、私の腹黒い世界の常識という去年出した本に詳しく書いてるんで、まあ、関心ある人は見てほしいんですけれども、まあ、イギリス型のね原子力潜水艦4隻からなる核抑止システムを持つのがですね、あのいいだろう、参考に大いにできるだろうと思っています。ちなみにフランスの核抑止力っていうのもね、あの基本的に原潜4隻から発射する、ね、核ミサイルシステムで抑止力を保っています。こういう議論ですね、全く日本の議会で行われない。だけど我々日本保守党がですね、そういった日本もこれ中国のですね傍若無人な行動を見てれば、これね、あの数日前あのこの応援説に立ってくれた関平さんが言ってましたけども、今中国のネットの世界ではですね、日本の東京だとか大阪にそれぞれ 2,3 発ずつ核ミサイルを打ち込んでやると、そういうのが溢れてると。で中国ではね、これ関さん言ってましたけれども、習近平はアホだと、書き込んだら30秒後には秘密警察が飛び込んでくると。だからですね、中国政府がそういう日本に対して核ミサイル打ち込めなんていう言動をこれ禁止しようと思えば瞬時にできるわけですね。これ放置してるわけですよ。そういう相手と我々直面してるわけですから、やっぱり独自の核抑止力を持った上でね、お互い核軍縮しようじゃないかと、そういう格好をこれ主張する政党が現れたっていうだけでもね、これ一定の抑止力になりますね。というのは中国の方は あんまりですね、日本をバカにしてこのどんどんこう侵略するようなねことやってたら、日本保守党のような勢力がますます強くなっちゃうなと、これはまずいと、まあ、連中も考えるでしょう。その意味でもね、独自核抑止力の保有を主張する政治家が一人もいない、政党が一つもないっていうのは、非常にこう日本の交渉力も弱めてるしね、日本国民の安全も弱めてると私はそう思ってます。まあ、そういったね、他のどの政党も言ってこなかったことを我々は堂々と一切のタブーなしに言っていきますから、まあ、ぜひですね国会に送り込んでいただきたいと思います。ありがとうございました。もう一つ言いますが、私たち、日本保守党は緊急ブロックに6人、立てます。これね、実はまあ細かいことですけども、なぜ6人、あの実際には6人なかなか通るというのは非常に難しいですが、じゃあ、最初からなぜ1人か2人かということなんですが、これできないんですよ。これね、規制政党やったら、まあ、このぐらい通るからは1人にしとくかとか、まあ、2人いけるから2人しとくかってできますが、これ規制政党はそういうことできても、我々は規制政党じゃない新しい政治団体なんで、これができない。というのはね、近畿ブロックの定員の2割以上を立候補しないと最初からその土俵に上がれないということなんです。これ厳しいですよ。つまりこれ差別されてるんですよ。つまりね、規制政党だけが有利なようになってる。ですからこれ見ててもね、いかに日本の国会議員って欺瞞にあふれてるか分かりますよね。つまりね、国会では野党と与党がですね、バチバチ喧嘩するように見えますが、でも彼らは、その国会では喧嘩する風には見せてますけど、でも実は自分たちだけが有利な法律を作って、自分たち以外のやつが新しい新規参入しようとしてくるのに、大きな壁、そういう掲げを作ってるんですよ。ですから大変なんです。これね、私ははっきり、これ憲法違反やと思いますよ。そうでしょ。だってね、法の平等を犯してるんですよ。これ、すみませんって、これ憲法違反やね。明らかに。いや、本当そうでしょ。だってね、まあ、そういうわけで、私たちはね、今回11ブロックのうち6ブロックに立ちました。本当は11ブロック全部立ちたい。でもね、これ全部立つと、ものすごい金いるんですよ。この11ブロックの今6ブロック立って、これだけでもね、1人、例えば近畿ブロックでね、6人立ってます。これ1人。1人立つごとに600万円いるんです。だから今回6人ですから3600万円。でこれが全国でいろいろやってね、全然26人になってるんですが、26人かける600万ですから全部1億5600万円なんですよ。つまりね、我々はこれほど大きなハンデを背負って戦う。なおかつポスターの数も規制制度では少ないんですよ。そして宣伝官、この外宣者も規制制度では少ないんですよ。ボロってはっきり言いまして、手かせ足かせはめられて戦ってる、こういう状態です。でもね、皆さん、だからこそ我々はこの選挙で国政政党にならなあかんのですよ。国政政党になってね、こういうバカみたいな法律も潰していかなあかんのですね。そのため皆さん、ぜひとも
日本保守党、よろしくお願いします。日本保守党ね、今回は6人立っていました。島田先生が1位、2位が佐々木実先生、まあ、大阪で、ね、お医者さんをやっている女性の先生です。そして3位が私なんですが、今日ですね、4位の豆ちゃんもおります。はい、豆ちゃん、ね、これ知ってる人手挙げて。あ、結構知られてるね。豆ちゃん有名やね。豆ちゃんどこ行った？ま、豆ちゃんが今行方不明ということでね。あ、豆ちゃん来た。どこにおる？豆ちゃんどこや？豆ちゃん走れ。はい、豆ちゃん走れ。まあ走れ言うと俺難しい。まあ、豆ちゃんはね、若を見えてるともう65ですわ。はい、はい、えらいことですよ。はい、この壇上に登ってる3人合わせたらね、もう3人だけでも200歳。はい、豆ちゃん上がっても260歳。はい、まみちゃん、今回のキレイブロックの第4位です。まあ、4位というのはですね、極めて当選確率が低い。はい、ですから、あんまり喋っても意味がないんですけどね。はい、しかしながら、まみちゃんも一応候補者の一人ですからね。はい、名ばかり候補者みたいなもんですけど、まみちゃん、気を取り直していきましょう。はい、ありがとうございます。まみちゃんでございます。今回はどうでもいいんです。日本保守党、日本保守党っていう名前で、近畿ブロック、6名、立候補しております。今ね、代表の方から、話がありましたように、私どもは非常に不利な戦いをしているという中で、言いましたよね、20%、5分の1という話が、はい、ですから本来なら私は入らないところなんですけども、半分数合わせということで、まあまあ、しかしね、私もね、出た以上は数合わせじゃダメです。日本保守党の、立候補者、誰も議員になって金儲けをしたいなんて 方はね、一人もいないんですよ。というのもね、緊急ブロック第1位、島田先生、大学の教授ですよ。別に議員なんかならなくても十分暮らしていける。もっと言えば議員になると逆にいろんな制約やしがらみで、収入自体も減る。に、佐々木実先生、市内で、病院を経営しております。お金はたんまり持ってます。そして第3位、言わずと知れた百田直樹はベストセラー作家です。大金持ちです。しかし4位、5位、6位、ここは貧乏それでました。ですから本来なら1位、2位、3位よりも4、5、6を通していただく方がよく人助けになるんですけど、まあまあそういうわけです。それでね、比例区というのは常に団体戦でやってます。私どもが今どういう立場かというと、9回のもうすでに2アウト、1番バッター島田先生、ここでアウトになればもう終わりです。島田先生はでもすごいバッターですからね、必ずヒットを打ってくれます。そして第2位、みのり先生。みのり先生もね、ヒットはダメでもせめてファーボール何でもいいから、あと後ろにつないでもらったらなんとかなるんですよ。そして3番バッター、代表ですよ、世に知れたホームランバッターの代表。さあ、ここで一気にゴーンとホームラン打ってくれるかと思いましたところ、守備妨害でアウト、アウト。私はフリーに寄りなプリニエ、そして3位まで大丈夫なると、もうすでに私の国会議員は約束されたも同然です。なぜならば、もしも3位で止まったところで2ヶ月以内にこの暴言大王がとんでもないことを言い出して自足に追い込まれるでしょう。そうなると必然的にね、私が晴れて国会議員、貧乏人を一人救うということになってます。皆さんね、人助けと思って今度の、投票日にはね、日本保守党、日本保守党と、ぜひお書きください。いくらね、島田先生が好きだから、島田陽子なんか書いちゃダメですよ。百田さんが好きでも頑張れ百田なんて、これダメですよ。日本保守党、これで書かないとダメなんですよね。そして保守党に頑張ってほしいって言って、保守党一番、これもダメです。いらんこと書いたらダメなんですよ。ですから、ご近所の方にも必ずこれは守っていただきたい。その2枚目の投票用紙には日本保守党、保守党とだけお書きくだされば、私が晴れて国会議員という形になりますので、よろしくお願いします。はい、
皆さんありがとう。実はですね、今日、竹内さんもおるよね。竹内さん。はい。今日はね、皆さん特別大サービス、5位の竹内さんという方もいらっしゃいます。はい。竹内さん、一言、どこにおる奥で休んでる。参ったな、これ。あ、休んではないですか。働いてますか。ほな、竹内さん来るまでにですね、第6位の男、はい、長谷川さんに、上がっていただきましょう。一言ね、長谷川さん第6位なんで、当選可能性はほぼゼロでございます。はい、永遠のゼロです。まあ、しかし、せっかく来ていただいたからね、長谷川さんもなんか一言いただきましょう。はい、はい、ありがとうございます。大阪の皆さん、こんばんは。大阪ステーションのみんな、こんばんは。家庭内のみんな、日本欲しそうです。はい、私はもう日本が大好きでね、百田代表も大好き、日本欲しそうも大好きなんですけれども、今日はね、もう朝から和歌山行ってきましてね、和歌山でまず、一席ちょっとぶち上げさせていただいたんですが、ちょっと面白い情報仕入れました。和歌山で今日二階さんの応援に石破さんが応援に現れました。石破さんが応援に現れると聴衆がパラパラと帰っていきました。すごいね、びっくりするね。なんかね、それ聞いただけでちょっと笑っちゃいましたけどね、すごいんですよ。もう一ついい話しましょうか。南関東で小坂英二さんがすごく前線してるんです。おー、すごく前線してる。今日さっき京橋でね、我々演説してた後ろに共産党、実はね、共産党の C さんがあそこに6時半から演説会をやる予定だったから、ちょっと私ら先に予約してるんで開けてもらえませんかな、ちょっと急いでですね、まあ、あんまりまたちょっと喧嘩になってもいいかな、まあ、そんなことはないんだろうと思うんですけど、なんか対談しますかとか言ってましたよ、共産党が C さんと。ねえ、ちょっとうちこの時間があったんで、すいません、今日は失礼しますって C さんに聞きたいとこいっぱいあるしね。はい、はい、あの黄金の色のやつは美味しいから、はい、どんな味すんねえとね、一回聞いてみたい。はい、C さんね、実は南関東で比例ブロックで、比例だけで単独で出てるんですよ。かなり苦戦という情報がありました。もうね、小坂 A さんが通って C さんが落ちるという、もうすごいことが起こるんだというふうに思います。それから河野太郎さんが、女性の出た、なんちゅう、マリーなんたら、あの千葉の方でほら外人さんの、エリアリエリアリエリさんの応援に行ったら、いいですか、ちょっと言いますよ、人殺しというコールが出て、これは政治家として致命的やという報道が出てました。例の注射のことやね、はい、俺が責任持つと、アメリカでは2億回打って誰も人なんて死んでないのと、俺が責任持つからパンパン打て言ってね、責任も何も取らへんもんね。はい、だから人殺しって大きい声で言えませんけど、なんかそんなね、コールが出たらしい、政治家として致命的やとね、そんな話がありました。今日の情報はこれぐらいに半分立てで、させていただきます。まあ、これからね、僕は日本大好きです。まだあと残り4日5日あります。頑張っていきますんでね、皆さんね、日本のためです。ぜひ大きな声援で応援してください。よろしくお願いします。はい、祝日には国旗を掲げましょう。第6位の長谷川でした。長谷川はね、本当にね、当選可能性ゼロにもかかわらず、いつも明るい。
はい、まるでも自分が当選するかのように頑張ってますね。でもね、こんなふうになかなか私たちこう普段働いてるとね、凱旋館の中でもですね、長谷川君の明るさっていうのはね、私たちを元気づけてくれるんですよ。長谷川君のこと、長谷川君、次回は今夜。竹内さん、もう戻ってきた？竹内さん、竹内さんも一言、まあ、短くで結構ですから、まあ一言ご挨拶いただきます。もう時間もそういうことですんで、一言だけ、5位に拝命させていただきました竹内と申します。今日は皆さん遅い時間まで、雨の降る中本当にありがとうございます。本当に皆様のおかげで、あと4日間、とにかく力の限り頑張りますんで、ご支援ご声援、それとお友達お声掛け、比例区には日本保守党と書いていただくことを真に望んでおります。でぜひとも、百田代表3位まで当選できますように、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ね、皆さん最後に、もう最後になりますけど、まあ、8時までしかできないんでね、最後に一言、私からの心からのお願いです。今ね、日本保守党なんとか国政政党に向けて今もうこのあと最後の4日間頑張りますけど、まあ、ここにおられる皆さんはね、当然、2枚目の比例ブロックの用紙には日本保守党、あるいは、略して保守党と書いていただけるものと、まあ、信じております。しかし、ね、皆さんの本当に、気持ちは温かい。でもね、まだ正直言うとまだ足りない、ですからね、私のお願いと言いますのは、皆さんがですね、お友達、あるいは職場の同僚、あるいは近所のママさん、友達、なんでもいいんです。とにかくね、一人でも二人でもこの日本保守党を支持してくれと、今回の選挙で比例ブロックには日本保守党と変えてくれと、皆さんがね、お友達にお願いしてもらいたいんです。本当にお願いしてもらいたい。ね、こういうことを友達同士で頼むのは頼みにくい。その気持ちはよくわかります。友達だからこそね、そんな政治の話をぶち出して、気まずくなってしまう。あるいは職場でね、職場の仲間にそんなこと言ったら変なやつだと思われる。ね、ママさん友達と言うても、ママさん何人かおる中で、実はね、こんなに私日本を応援してるの言うたら、ね、その空気も気まずくなるかもしれない。いや、気まずくなるでしょう。でもね、本当に皆さんがこの日本を何とかしたい。今回この選挙は非常に大事な選挙、本当に思ってくださるならですね、本当に自分が心を許せるこの人ならというね、そういうお友達にですね、真心を伝えてもらいたいんです。私のことを本当に大事な友達と思ってくれてるなら、私の言うことを聞いてくださいと、信じてくださいと。日本保守党というのは本当にいい政党ですと。ですから今回は入れてくださいというふうにお願いしてください。お願いします。そうしたらね、思いというのは必ず伝わります。皆さんの思いを聞いた人がですね、また同じことをですね、私の友人がそんなこと言ってた、あなたも日本保守党を一回見てくれと、ネットでもいいから見てくれと。でね、本当にね、私たち今回の選挙非常に重要な選挙と思ってます。私たちはね、今回の選挙で間違っても政権を取ることはできません。おそらく、何人か通って国政政党になる、まあ、これぐらいです。しかしね、これはね、大きな一歩ですよ。本当に大きな一歩になります。この一歩がなければね、3年後5年後もありません。ですから私はお約束します。今回の選挙で国政政党になればですね、必ずや3年後5年後絶対に国会に大きな風を起こします。そのためには本当に皆さん、もう一人でも多くの仲間を、日本保守党の応援してくれる仲間を増やしてください。お願いします。お願いします。ありがとうございました。今日は本当に雨の中遅くまでね、本当ありがとう。皆さん本当ありがとう。それでは一応これで会見終わります。